続いてラジオネームおもしろくんさんからのお便りです。大好きな人の隣の席にいるのに話が噛み合いません。どうすればいいですか？別にいいんじゃないですかね。だって近くて遠いすぐ隣、二人はディープハクなオクシモロン、甘くて酸っぱくて弾けたり、それなんてディープハクな贈り物、近くて遠いすぐ隣、二人はディープハクなオクシモロン、私と君の人となり、二人はディープハクな。君は今日も一人きりでマイペース希望なんで窓の外眺めていた。大抵できる子でもそうですね。私が好きな私が好きならば私を好きでいてもいいですよ。近くて遠い